シルバースターを授与された海軍兵士。シルバースターはアメリカ合衆国語軍の将兵に授与される勲章。日本語では銀星章と訳されることもある。敵対する武装勢力との交戦において勇敢さを示した兵士に対して授与される。第一次世界大戦の戦勝記章につけられたサイテーションスター。1918年7月9日、議会制定法により、 サイテーションスターが制定された。サイテーションスターは、従軍機将のリボンに差し込んで着用する直径36インチの星型クラスタで、名誉勲章、主勲十字章もしくは、海軍十字章、または、陸、海軍の主勲章の授与基準は満たさないが、戦闘において勇敢さを示した将兵に授与されるとされていた。この章は、米政戦争まで訴求して授与され、 各戦争の従軍基礎につけられた。1932年7月19日、アメリカ合衆国陸軍長官は、サイテーションスターをシルバースターへ置き換えることを承認した。議会での認可は1942年で8月7日に、海軍12月15日に陸軍に関する議会、制定法が成立した。サイテーションスターは、シルバースターの中心に埋め込まれる形で、 現在も残っている。従軍気象を保有していなくても着用できるため、文民からの要望が強く、このことが議会で承認された、主な理由とされている。シルバースターのセット。上から、ピンバッジ式略称、略樹、希少。シルバースターのメダル本体部分は、直径が112インチの制銅性の星型である。メダルの中心部に、 直径36インチの銀色の星が埋め込まれていて、その周囲を囲むように月景感があしらわれている。この銀星はサイテーションスターの名残である。メダルの上部は長方形の缶になっており、ここに幅138インチのリボンを通し、吊るすような形で制服の左胸に着用する。樹のデザインは幅732インチのオールドグローリーレッドのストライプを中央に配し、 そこから左右両外側へ、幅七三十二ミリメートルの白色のストライプ、幅七三十二ミリメートルのウルトラマリンブルーのストライプ、幅三六十四インチの白色のストライプ、三三十二インチのウルトラマリンブルーのストライプを内側から順に配すると定められている。オリジナルのリボンには衣服に取り付けるためのブローチが付いているが、これを剥がして他の組将、希将と連結し、 新たなブローチやピンズをつけているケースも見られる。略樹は幅138インチとメダルのリボンと同じで、高さは38インチと規定されている。配色などのデザインはリボンのデザインに準じている。また複数回授与されたものについては、陸軍、空軍の受賞者は、柏の葉を模した、クラスター、海軍、海兵隊、沿岸警備隊の受賞者は、星型のクラスターを、 それぞれ受賞回数に応じて、呪や略銃に追加装着する。例えば2度目の受賞であれば、青銅色のオークリーフクラスター内しは、金色のアワードスターを1個、呪や略銃に装着する。アメリカ合衆国軍の勲章、貴章の序列においては、シルバースターより上位の勲章が11個存在する。すなわち、名誉勲章、主勲十字章、海軍十字章。 空軍十字章、ディフェンスディスティングイッシュドサービスメダル、主勲章である。このうち、三軍の名誉勲章と十字章、および四軍の主勲章は、同格なので、序列は名誉勲章十字章ディフェンス、ディスティングイッシュドサービスメダル主勲章となる。よって、シルバースターはこれらに次ぐ五番目の章となる。また、戦闘時における功績に対してのみ授与されるという点で限定すれば、 シルバースターは名誉勲章、十字章に次ぐ、序列第三位の勲章となる。名誉勲章の授与基準は、敵対する武装勢力との直接戦闘における任務の要求を超えた、著しい勇敢さと生命の危険に際しての高単さとされており、生存者の受章は非常に困難である。各十字章は、敵対する武装勢力への作戦行動における、非凡な英雄的行為、主勲章は、 責任ある重大な任務における特別な功績である。これに対して、シルバースターは、敵対する武装勢力との交戦における勇敢さ、とされており、これら上位の勲章よりは、前線将兵の受賞機会は多い。シルバースターをつけたカルロス・ハスコック。ありがとうございます。